ピーミールベーコンとはカナダ料理の一つである。名称はベーコンだが、骨なしポークロースを竿状に整えて燻製にし、コーンミールの衣を押し付けた料理である。コーンミールベーコンとも呼ばれている。1854年にイギリスから渡ったカナダトロントのハムベーコン製造業者であるウィリアム・デイビス社によって、この料理が生み出され、発展を遂げたとされている。 同社従業員にイングランドウィルトシャーからカナダへの移民が多いことも知られ、その移民たちによってアイデアが生まれた。ピーミールベーコンの名称は、骨なし豚ロースを竿に切りくんせいにして保存期間を伸ばし、黄色い干し豆の引き割りの衣で包んだという古くからのやり方からついた。第二次世界大戦末期より、衣は豆から黄色のコーンミールに変わっている。 ピーミールベーコンサンドイッチはトロントのセントローレンスマーケットの看板名物料理としてしばしば取り上げられる。ピーミールベーコンを焼いて中厚くらいにスライスするとマヨネーズで和えたレタス、トマトを乗せ、時にはマスタードを加えてカイザーロールに挟み、客に提供される。肉の周りについたコーンミールの衣が油脂分に触れて食感がカリカリになる。 ありがとうございます。